ステンドグラスの魔法をかけていきたいと思います。ちょっと重くなってきましたかね。ちょっと重くなってきましたね。この作業が終わるまで持ちこたえてくれるといいんですけど。YouTube が重いのかな？なんか私の方でくるくるなってる。大丈夫ですかね？よいしょ。テクスチャをかけて、そこからですね、光を入れてきますね。
ち時間5分。これでどうかな。だんだん魔法がかかってきたようになってきているかなと思います。
ここ塗ってないな。葉っぱがちょっと塗り忘れがありました。これがまずこうなって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 こう、ここもちょっと濡れてないな。失礼しました。濡れてない場所はないのではないかとは思うんですが、はい、これでひとまずちょっと間を置きたいと思いますが、完成です。神様と暇つぶしというタイトルになります。
ここの部分がちょっと枠で隠れる感じになるんですけれども、こんな感じの作品になりました。ちょっと前から数十分離れてみてどんな感じに見えるかっていうのを確かめてから完成っていうことにしようと思いますが、これでひとまず完成です。はい、長時間の作業配信になりました。昨日から見てくださった方ありがとうございました。また創作へ書いていきますし、ファンアートも書いていきますので、遊びに来ていただけると嬉しいです。またショート動画なども投稿してますので、そちらの方ではメイキング簡単に見れますので、こちらの方も気が向いたら見ていただけると嬉しいです。それでは一旦これで配信終わりにします。見ていただいてありがとうございました。